我々の先代の皆さんたちがですねよく比較されますが、吉祥寺の駅のそばに作られずにですね200-300メートル離れたところに大型店を誘致したと、はい、いうことが商店街の発展のもとだと思います。なるほど、はい、大体他の町は大体駅ワンストップでですね、駅ビルであるとか駅前、はい、そこで終わりになっちゃいますね。商店街の奥の方にあって、そうですね、200-300メートル離れて、まあ、今百貨店も伊勢丹、近鉄もなくなってしまった、時代になっておりますが、それでもその後に今勢いのあるヨドバシさんであるとか、今コピスっていうですね、はい、あの複合施設、まあ、東急百貨店はずっと頑張っていただいておりまして、まあ、南口には丸井さんがあると、要するに大型店とを商店街を結ぶというその回廊的な役割を持ってですね、あくまでもメインは僕は商店街町としては完結的に一つの町で全てが終わると、大型店があって個店があって商店街があって横丁があるという形ですね。大体吉祥寺で大体間に合っていただけるように。そう、あと一般的に商店街ですと縦じゃないですか、一列で終わり、行って帰ってきて終わりですよね。ですけど吉祥寺は一定平面になってきますから回遊性があります。それで2回ぐらい回っていただくと新しい街に発見できると。あれ、こんなところにこんな店あったのっていう、もう随分前から30年ぐらい前から我々吉祥寺がですね10年間ぐらい自転車の駐輪、不法駐輪がワースト1だった、全国で。これをずっと我々やらされてましてですね、でなんとかいい方法はないかって言って前の市長はですね、まあ我々っていつもタウンミーティングやってる中で、そのムーバスっていうコミュニティバスですね、あれ吉祥寺が発祥なんです。一番最初は自転車問題から出たんです。あ、そういう頃今あれがどんどん、これは全国に広がってですね、これ意外と皆さん分かってない方多いんで、どこ行っても今ありますよね、はい、コミュニティバスって形ですね、どこも多分100円だと思います。あれ自転車問題から発生して、そこで我々の商店街でお醤油買ったりですね、ビール買ったりなんかしたら重たいなと言って、いつも届けてくれるのはデパートですけど、個展で買いたいと、だけどちょっとなら持って帰れるというので、非常に今の高齢化に合ってますし、はい、自転車の駐輪、それと一緒に駐輪場もたくさん市も作っていただきまして、すごく快適な、まあ我々の考えですけど、武蔵野市の営業部は吉祥寺が営業で、ここでお金を落としていただければ税金も跳ね返ってくるってことですが、そんなふうに思っておりまして、まあ一人用ありなんですが、泥箱じゃないですか、泥箱ですね。ですから投資もしてくださいと、はい、ここは営業部なんですから市も投資をしてくださいと。でもそれはこうそうしてるんですね。そうですね、これはお互いにいいことだと思いますね。あとやっぱり基本の安心安全ですか、綺麗な街、うちもガムも月に一度ガムのガムバスターっていう会社を雇ってですね、全部ガムを泥熱取らして、で毎朝車でクリーニングのこういうのも出してますし、それなり商店加減はやる、お金を出してます。例えばこの街の中に構造両属に反するようなものは入れないっていうことはもう我々でどこの商店街も決まってますので、なんとか阻止をするということもやりますし、はい、市にもお願いしてですね、その今ホワイトイーグルっていうんですか、そのビラ配りの規制であるとか、そういうお客さんの客引き、そういうことを注意する人たちも市の委託で来てる方もパトロールしていただいてます。はい、もちろん我々も環境浄化作戦って言ってですね、各商店街から見回りのパトロールですね、おまわりさんと一緒に次に2、3回は回っております。
自分だけっていうのは、まあ、何人かならいいですけど、全体的にそういうのが10年も続いたら、もう看板は前の方へ出し放題、露店は出てくる、そうしたら規律なくなりますから、お客さんもだんだん飽きられてですね、なんか汚いねとかね、危ないねっていう話になると、もうその町は衰退していくだけだと思います。この町が大変生まれて育って好きなもんですから、でもやっぱりここは町を元気にすれば自分にもやっぱ反映してそういうことですね。一番はそこですね、あくまでも我々の糧ですから、吉祥寺の町で食べさせていただいてますから、たまたま本当に運が良くですね、吉祥寺の町とともに我々も発展してこれたんで、それで吉祥寺の町の財産は井の頭公園ということを認識して、お町づくりを考えていって、ただもう商店街づくりじゃなくて町づくりをあくまでも考えてですね、そういう面では今幸い不動産会社のですねアンケート調査なんですが、おかげさまで吉祥寺はご存知のように住みたい町ナンバーワンが8年連続におかげさまで選ばれまして、今度は近くにあったら一番いい公園は井の頭公園、こんな商店街が一番近くにあったらいいのは吉祥寺のサンロードと、本当にありがたいことで、そういうアンケートは新聞にも大きく出まして、こんなことでますます我々も自信持ってですね、いろんなことを考えていかなきゃならないなと思ってます。